はい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、今回ね、こちら読みましたよ。こちらはね、ミハエル・エンデのモモですね。これね、ページをめくるとね、これ副題がついていて、モモ、時間泥棒と盗まれた時間を人間に取り返してくれた女の子の不思議な物語っていうね。いや、これね、なんで読んだかっていうと、これ撮ってんのはね、8月のね、2日なんですけど、8月の3日のね、午後10時だったかな、に、100分で名著っていうね、NHK がやってる番組があって、僕たまに見てるんですけど、面白くてね、伊集院光が出てるんですけど、何回かに分けて、合計100分で、一つの名著についてね、話してくれるっていう番組あるんですよ。で、それで今度、モモが取り上げられるっていうことでね、あ、これは見なきゃと思って、で、読もうと思って、まあ、エンデはね、そんな僕ね、読んでないんですけど、モモと、まあ、失われた物語持ってましたから、まあ、せっかくだしと思って、モモちょっと再読することをしたんですね。で、今度のね、100分の名著は、のんちゃんがね、まあ、朗読してくれるらしいんですよ、のんちゃん。僕はあんまりテレビ見ないのでね、ドラマとか見ないので、のんちゃんね、名前は聞くんだけどっていうとこなんだけど、あとね、僕が一番興味あるのは、河合敏夫先生が出てくるらしいの、番組で。いやーと思って、河合敏夫出てくんのって思って、じゃあ見るしかないと思ったんだけど、河合敏夫って誰かというと、河合駿先生っているじゃないですか。まあ、日本のね、臨床心理学の父ですよ。心理学を学んでる人でね、河合駿先生知らないっていう人はもうモグリのねぐらい、まあ、有名な心理学のね実践家みたいな人がいるわけですよ。もう亡くなってはいるんだけど、その人はねユング派の心理学者で、ユング派ってこういうね童話とかねおとぎ話とかそういうのをね取り上げることが多いんですよ。河合駿先生も何回もモモについて語られてるんですよね、本の中でね。で、その河合駿先生の息子さんがもう50何歳とかですよ。結構なお年ですけれども、その人が出てくるんです。その人もユング派の心理学者なんですね。で、今、京都大学のね、その付属の心のなんとかセンターみたいなのの所長なんですよね。多分あれ、カウンセリングとかをするようなとこなんじゃないかなと思うんだけど、で、これは見なきゃと思ってね、僕ね、めちゃくちゃ好きなんですよ、河合親子。あらすじをね、言いますけれども、これ、モモは、もともと不老児だったんだよね。どこからかやってきて、多分殺ステームのところに住んでんですよ。まあ、ホームレスですよね。で、そこでね、結構いろんな人が優しく声をかけてくれんですよ。近所の人たちがね、仲良くしてくれると。そこでね、モモっていうのは実は特殊な能力があると。まあ、そんな能力って言っても普通のもんだけど、人の話をよく聞くっていう能力があるんだよね。だからみんな困った時はモモのところに行っていろんな話をするんですよ。モモは別に何かアドバイスをするとかそういうことじゃないんですよ。占いをするとかそういうことじゃないんですよ。ただ話を聞くだけなんですよね。まあ、ある種やっぱカウンセリングですよね。それは結構主に大人なんだけど、子供たちだったらもう面白いわけ。モモと遊んでるとめちゃくちゃ面白いと。まあ、ある種プレイセラピーみたいなことになってるわけですけれども、それと同時にね、灰色の男たちっていうやつが出てくるわけ。灰色の男たち。時間貯蓄銀行に所属してるわけですよ。で、それはどういうことかというと、あるね、理髪店の主人かなんかのとこ行って、うちの時間貯蓄銀行にちょっと投資でもしないですかとか言うわけ。で、どういうことだいって言ったら、あなたはずーっと今まで生きてきて、何十年も生きてきて、散髪だけで生きてたけれども、それは無駄だとは思いませんかと。で、本人もちょっと思ってんだよね。俺はしがない理髪師でこのまま終わってしまうのかみたいな。あなたは一人散髪するのに30分かかってますが、お客さんとおしゃべりなんかせずに、めちゃくちゃ早く切ると20分で済むと。で、それが1時間で言ったら3人ね、切れることになるので、もっと儲かりますよと。いわゆるコスパなんだよね。コスパのことずーっと言ってくんのよ。その理髪店の店主もそうだと思って、俺は今から効率だけを求めて仕事をするんだっていうわけ。で、そういう灰色の男がもう街中のあらゆる人のところに来て、もっと効率良くした方が絶対いいですよとか言って、効率とかやるわけです。で、そうすると、もう街中が、みんな人間関係みたいなのが、もうぐちゃぐちゃになってて、もし子供がいるね、親だったらもう仕事ばっかりするから、子供は取り残されるわけ。で、取り残された子供たちも、なんか教育所みたいな、塾みたいなところに通って、もう遊び方のレクチャーまで教わるわけですよ。効率いい遊び方みたいなのも教えてもらうわけ。で、子供たちもどんどん毒されていくわけです。で、その時にモモのとこにもね、灰色のとこが来るんだけど、モモはやっつけるわけです。やっつけるっていうか、モモの方がやっぱ精神力みたいなのが強くて、もう灰色の男が逃げていくと。で、それがもう広まって、最終的にはモモ VS 灰色の男たちっていう構図にな
になっていくと。これね、もうほんと良かったな。なんか最後ね、僕泣いてきたわ。もう最後の数ページぐらいで、でいい話だなぁと思って、ちょっと泣いちゃったね。これ結構ね、児童書向けで、これ岩波少年文庫なんですけどね、400ページぐらいあって、かなり分厚いんですね。これも多分1970年代とかじゃないの。結構古い作品だと思うんですけれども、やっぱり時代が追いついてきたっていう感じはするよね。みんなやっぱ忙しい忙しいって言ってね、心にゆとりがないっていうか、いわゆるコスパ論が広がりすぎてる現代でしょ。超資本主義になってきてるじゃないですか。最小限の努力で最大限の利益を得るっていうのが資本主義じゃないですか。努力はしたくないけどお金持ちになりたいなみたいな精神ってもうみんな持ってるじゃないですか。その考えって実はね、最近できた考えなんだよね。資本主義的考えって、コスパ論っていうのは、まあよく内田達夫先生とか言ってるけど、教育ですよね。大学教育とかでも、授業とかには全く参加しないんだけど、単位だけが欲しいとか、卒業だけはしたいと。でも授業に出て勉強するのはめんどくさいって思う人が増えたとか、あと恋愛とかですよね。恋愛して結婚するっていうのは、お金もかかるし手間もかかると。だからみんなしたくないと。ね。その分利益が全然ないと。もしくは不幸になるから、俺は結婚しないんだっていう人がいるけど、それは資本主義の考え方ですよね、極めてね。桃の中でもね、灰色の男たちにそそのかされて、みんな時間を節約しなきゃ節約しなきゃとか思ってんだけど、より時間がなくなっていくんだよね。だから本末転倒になっていくんだけど、そこの論理的なところはね、正しいような気もするんだよね。だって今10分節約すれば未来楽になるよとか言われたら、なるほどなとか思っちゃうんだけど、でもその毎日を切り詰めて切り詰めていくと、生活自体がもう忙しくて忙しくて仕方ないわけ。子供を見る暇もないし、友達と会う暇もないし、自分の時間をお金に換算するだけの生活がずっと続くんですよ。で、それでみんなせかせかしてきて、あとイライラもしてくるんですよね。で、そういう社会になってきてんだよね、桃の世界ではね。だから僕はね、ある種桃側に立ちたいんだよね。桃って途中で孤独になっちゃうんだよね。桃はもう洗脳されない人間なんだけど、この中でもよく出てくるんだけど、現代の社会ではもっと忙しくならなきゃ稼げないんだよみたいなことみんな言うんですよ、大人たちが。そういう時代だからな、仕方ねえだろとか言うんですよ、みんな。僕は結構昔からね、スローライフをやりたい人間で、文字通り遅い生活っていう意味だけど、やっぱり離島とかにね、暮らそうって思って一回ね、一人で離島に行ったことあるんですよ。それは旅行しに行ったんだけど、良さげなね、物件とかあったらそこに住もうかなと思って、そこの市役所かなんか行って、移住のね、係の人とかがいて、その人に連絡取って、なんかいい物件とかないですかとかって聞いたんですよ、僕一人で行って。でもないですって言われて、あーって思ってやめたんだけどね、結局ね。そういった点ではやっぱりね、桃的だと思うの、僕は。最後にね、これだけ言いますけれども、まあ僕は本読むの好きじゃないですか。で、本いっぱい買ってきて積読になっちゃうわけ。何百冊何千冊って積読になってるわけで、で結構この前ね、思ってのツイートしたのは、人生今の時代100年だとか言うわけじゃないですか。そんだけね、時間があって、逆算してね、みんなね、結婚するのは30歳で結婚しようかなとか、40歳でこれしようかなとかって逆算して計算したりするじゃないですか。で、読書するのもね、1日1冊読んだら1年で365日読めますとした時に、あと俺は何冊読めるんだろうとかって、結構行き急いでね、読む人っていると思うんです。でもね、僕なんかもうね、適当に読んでんですよね。そんな時間考えずに読んでんです。なんでかっていうとね、80年とかね、100年とか長いよ。そんな人生行き急ぐ必要あるかって僕思っちゃうんだよね。で、本読むってね、時間かかりますよ。そら1冊でね、1時間とか2時間とか3時間とかかかります。でもね、それってね、僕は無駄じゃないと思ってるんだよね。みんな無駄だと思って、その極力節約して、時間を節約して、もっと未来にあるものを先取りしようと考えてんじゃないかなって思うんだよね。マイペースで僕行きたいんだよね。読書っていうのはマイペースで読んだらいいもんね。別にめちゃくちゃ急いで読むっていう必要ないと思うんだよね。だから逆に言うと、読書なんか時間の無駄だよとか言う人もいるじゃないですか。でもね、それってやっぱモモの灰色の男側の考え方してんだよね。コスパ論で考えてますよね。だから僕はもうコスパ論捨ててるから、僕は最大の投資でね、最小の利益でいいと思ってる人間なので、もうそういう考え方で生きてんだよね。まあそんなところでしょうか。僕もね、100分で名著ちょっと読んでね、まあ楽しもうかと思っておりますということでね、まあ今回は終わり。高評価、コメント、チャンネル登録ね、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。